カラーシャンプーのみで、ホワイトにしていきます。髪の毛の強度もしっかり切れずいけてますね。ツヤも。どうも、オカモンです。こちらのニックを使って、ホワイトにしていきます。そして今回ですね、また使用する薬剤なんですけど、KG カラーのコラボですね、第2弾ということで、こちらのリッチクリスタルと、ダイヤモンド使ってやっていきます。最後のホワイトにするための仕上げはカラーシャンプー、これも KG さんのカラーシャンプーのみで、ホワイトにしていきます。前回も使って、使用感とかはお話していたんですけど、すごい滑らかで、防潤もしにくい薬剤になっているので、今回の動画でまたブリーチのみで、どこまで上げれるかっていうところもブリーチコントロールを使いながらやっていきますんで、参考にしてみてください。まだね、カットもしていない、セット用のウィッグになってます。でかなり毛も密になってるんですけど、毛先はレイヤーが入っていたり、ついてあるというかまばらな髪の毛になってて、根元から25センチまでは厚みがあるんですけど、ここ先はスカスカだったり、表面とかも短い毛がある状態になるんで、この中で抜いていくとやっぱり表面の薬剤溜めにくくなっていて、ブリーチがリフトしにくかったり、こっちがリフトしやすくなっていくんで、そちらも、今回のブリーチワークの中でこういう状態の時どうやったら毛先まで綺麗に抜けるかっていうのもしっかりやっていきます。で早速薬剤作っていくんですけど、今回ですね、まずファーストブリーチ 4.5% で始めていきます。なんでこのリッチクリスタルとオキシですね、 4.5% 2倍で、で、ダイヤモンドですね 10% 入れてやっていきます。でブリーチはですね、今までも紹介してるんですけども、まずはオキシから入れてあげてください。こうすることによってパウダーがそこに溜まったりっていうのがなくなるので、ブリーチのパワーが最後まできっちり発揮してくれるので、ダマにならずに混ぜれます。でこのオキシの中に、リッチクリスタル入れていきます。はい、オキシの上にブリーチ乗っけて混ぜていきます。はい、ある程度混ぜたらここに、ダイヤモンドですね、これを 10% 入れていきます。でこのダイヤモンドはですね、防潤防いでくれるのもありますし、ワセリンとかも入ってるんで保湿効果が高くなっています。でブリーチの乾燥も防げるんで、薬剤を放置した時に乾燥したりとかしにくくなるんで、放置がしやすくなってますね。ラップとかで保湿も必要なんですけど、ダメージ強い人とかだとラップしたくないっていう時でも、このダイヤモンドしっかり入れることで保湿しっかりしてくれるんで、長時間放置した時にですね、薬剤が乾燥したりっていうのがないので、ブリーチの抜きムラができにくくなります。しっかり混ぜたらダイヤモンド 10% 入れるだけでこんだけホイップみたいにまたなります。だからこのダメージレベルとかに応じて、これ今 10% なんですけど、 20% 入れるだったり 30% 入れるっていうことも可能になってくるので、あとはその 10% 入れてこんだけ粘性硬くなると、例えば今回これバージンモから行くんですけど、ブリーチ例えば新生部が3センチ伸びててリタッチしてから前頭トーン上げるっていう時にも、この粘度硬さがあるとリタッチ塗りやすくなってるので、すごいおすすめです。でこれがどこのクリア剤でもいけるかっていうと、このダイヤモンドですね、特有のワセリンとかメタアミノフェノールっていう成分があるんですけど、こちらが入ってるものが基本的にはいいので、他のクリア剤では代用ができないものになっていると思います。はい、しっかり混ぜました。これ人痘ではないんで、頭皮近くですね、太陽のない状態なのでそんなに上がりやすいとかではないんですけど、人痘をイメージして塗っていくので、まず根元付近は開けて塗っていきます。基本的に開けるんですけど、ちょっと攻め気味薄付けぐらいでいくような感じなんですけど、パフの順番ですねがまずはあります。ブリーチって細かく綺麗に塗っていかないといけないんですけど、タイムラグが生まれるとやっぱ抜きムラ、この中と表面でかなり差が出るので、それを出さないためにどうやって塗っていくか、ダッカールとかで止めながらやっていくと遅くなるので、まずは表面の根元を開けたところから薬剤を置いていきます。で後々に薬剤をきれいに、全体均一に塗っていくんですけど、まずは中間から、塗っていって、下
下にパネル取って大きく取って、根元を開けた、根元3センチ開けたところから中間ですね、薬剤を置いていって、これをまず4ブロックやっていきます。その毛量とか頭の大きさによってパネル数は増えるんですけど、だいたい4パネル前後ですねで塗ってあげるといいと思います。バック4パネルでまずは塗って、で毛が多い人の場合とかは脱色力はウェットトグよりこのドライトグの方が脱色効果高いんですけど、やっぱりトグ早く塗るってことを考えるとウェットトグでもいいと思います。今回はドライでやってるんですけど、目的の明るさがどこか分かっていて塗り分けそこまで必要ない場合であればウェットからやる方が早く、スピーディーに塗れるんでおすすめです。それがリタッチやったりとか複合的なブリーチ履歴がある場合は、基本的にドライで塗り分けしていかないといけないんですけど、ブリーチ履歴なかったりとか、ブリーチも例えば1ヶ月前2ヶ月前にやってて、リタッチそこまで、1回で上げれそうな場合とかやったらドライじゃなくウェットでやってもいいかなと思います。2パネルでサイドを並べます。先はまだ開けています。で逆サイドも同じように、はい、ざっと中間塗り終わりました。でここから残り毛先まで、塗っていきます。でこの時もスピード重視でやっていきます。トフムラとかは後で全部修正していけばいいので、まずはスピーディーに全体に薬剤をのっけることですね。ただ、この時にやっぱり注意していけないといけないのはブリーチ、やっぱりアルカリ強いので髪の毛膨張している状態のところに無理に櫛を入れたりするとやっぱり髪の毛の負担になってパサつきの原因になってしまうので、そこを避けるために優しくコーム入れる時とかは入れてあげてください。はい、毛先まで塗り終わりました。また正直ブリーチついてないところとか薄付きのところ絶対にあるので、ここからチェックしていきます。で、ブリーチした時にここがすごい抜きやすくて毛先、全然抜き悪いとかになる原因って、残留している色素とかももちろんあるんですけど、これ毛の密度ですね。多いところには薬剤、初めにタッチする場所なんで溜まりやすくなります。なんでここに薬剤が溜まりすぎてこっちのリフト力が高くて薬剤のためが甘い毛先が抜けにくいっていうのがよくあるので、そうならないためにホイールを使っていきます。まずは、コーミングしながらですね、根元付近の薬剤も、薄付けで塗布しながら全体の塗布量を調節していきます。でまずその塗るときにしっかりスピード上げて塗ることによって、ここで時間使って綺麗にブリーチの抜きムラをなくすための塗布ですね。全体的に均一に塗布していって、ここから綺麗に抜く土台を作っていきます。やっぱり塗りやすいですね。すごいクリーミーで塗ってる時の安定感も違いますし、塗布ムラとかもできにくいと思います。塗ってる感じがすごい分かるんで、どれくらいついてて薬剤がまとわりついてるかっていうのが分かりやすいので、こんな感じで根元付近も薄付けで根元ビチッと塗らないようにつけていきます。塗布量さえ調節してあげれば同時塗布しても太陽の影響を受けたとしても綺麗に抜くことはできるので、その塗布量の感覚ですね、掴めれば時間差とか置かなくても綺麗に抜くことができます。
こういうとこですね。こういう手先がだいぶひょろっとしてるところに関してはやっぱり、まあ、ダメージしてて抜きが早くなるとかはありえるんですけど、やっぱ抜け切ってない、あの中間の方がパンと明るくなりすぎてて、毛先付近がアンダー削り切れてないってこと結構多いんで、この子不良ですね。しっかり毛先は意識できるように。はい、全部終わりました。塗り後ろはもうこれですね。14レベルぐらいまで抜けてます。塗り終わったサイドは13レベルぐらいですね。毛先でこの抜きムラとかは、問題ないです。この後オイブリーチしたり、まあ、サイトオフですね、あの生け流してからするんですけど、まあ、その中で修正は全てしていくので、ただ自分の塗った順番とかは全て覚えておいてください。やっぱ塗った順番を覚えてないと次塗り出しのポイントがバラバラになっちゃうと、まあ、最後までムラになってしまいやすくなるので、自分の塗り出したポイント、自分の塗る、順番手順っていうのは、まあ、ある程度決めてる方がいいと思います。一番早く塗れる手順は何かっていうので、もっと早く塗ることもできるんですけど、まあ、今回は全部バージンも落としてやってるんで、さっきの中間の部分は例えばチェックだけでフォーミングでをつけるっていう方法でもありなんですけど、今回ちょっとワンパネルずつ細かめに塗ったんで、ワセリン入ってるからですかね、滑らかに櫛も通っていきます。ブリッジする前よりも保湿されてるって感じがすごい出てきますね。で、まあケラチンブースト、これに入れてあげるとより保湿されるので、まあ、よりツヤ感とかブリーチしてても出やすくなります。ブリーチ後につけてあげてもいいですし、ケア剤として使うんであれば混ぜてあげていいと思います。60g に対して1袋ですね。で、まあ、塗り終わってすぐ放置するんじゃなく、まあ、全体もう一度フォーミングして、まあ、絶対に抜きムラ多少あると思うんで、そこを見ながらサイトオフと、まあ、穴埋めですね、綺麗に塗れてるか。でブリーチはたっぷり塗ってあげてください。ケチってカスカスやとすぐ乾燥するんで、しっかりと塗布料をのせてあげて、まあ、乾燥しないように、ブリーチ剤塗布してあげる方がいいです。はい、全頭塗り終わりました。まあ、チェックして、まあ、塗り終わったんですけど、チェックしながら塗ってて、で毛先がやっぱり薄いので塗布料が根元よりもつけれない、溜めにくい部分になるのでホイールを使っていきます。毛先15センチぐらいですね、薄くなっているところに対して、まあ、ホイールの上に薬剤を、溜めておいてあげて、均一に塗るためにですね、毛先を、まあ、薬剤つきやすい状態にしておいてあげると、まあ、毛先が抜け甘いとかがなくなってくれるので、まあ、ここ毛が密になっていて熱もこもりやすい場所になるんで、ここの抜けとここを合わせるために、まあ、毛先には、熱がない分薬剤の塗布量を多めにしてあげるですね。ホイールに貼り付けてこの上に薬剤をしっかりのっける。まあ、細かくパネル分けてやってあげてもいいんで、やりやすいようにしてあげてください。じゃあこれでラップして、15分で1回チェックします。まあ、薬剤の乾燥を防ぐためにラップします。どっちかいうと保温して脱色効果を高めるというよりは、まあ、乾燥しないためにラップをするって感じですね。
これで放置、25分ですね、して抜けた状態になります。まだ全然ホワイトいくまでには足りないんですけど、ここからオイブリーチをしていきます。でオイブリーチはですね、同じものを使います。 4.5% で、ダイヤモンド 10% ですね。で先ほどとは手順逆で、次根元付近ですね、薬剤を多めに塗って、まあ、さっきの薄付けやったところの抜けを調節していきます。この時に地肌ベタッと塗るというよりは、まあ1ミリ開ける間隔ぐらいで薬剤を乗っけていくようにしていってください。まあ、放置25分したんですけど、まあそれでもスムーズに溶けますし、すごい保湿されてる感じが、触った時のね水分量がやっぱ多いですよね。パサッとしないです。これだともうワセリンの効果もあると思うんで、無理にコーミングするのはダメなんですけど、まあ、コーム通すことによって表面以外のところにも空気を送り込むことによって、ブリーチの作用をですね高めてあげることができるんで、まあ、コームを通していきます。で次この再塗布して、まあ、目標目安は 17.5 まで上げていきます。でまだそのまま置いててもいいんですけど、やっぱブリーチの作用の、スピードが落ちてしまうので、そこからダメージも抜きの割には進行しやすいので、まあ、オイブリーチですね、30分前後でやってあげるのがいいと思います。まあ、再塗布している時間を考えて、オイブリーチの、ブリーチ作用ですね、まあ、30分置いた手で、まあ、今回25分で塗ってるんですけど、まあ、大体さっき塗り終わってから25分で、まあ、5分で塗布まではいかないですけど、まあ、再塗布してブリーチの効果をまた持続させるっていう感じで塗ってます。再塗布に時間かかるなって思う人はちょっと早めにもう一度塗り出すっていう工程踏んであげるといいと思います。ブリーチはですね、やっぱりその 4.5% 今回使ってますけど、 6% だと初速は早いかなと思うんですけど、持久戦にならないんで、初めバーンって抜けて、そこからダメージが進行するのが早くなるというか、抜けるよりもダメージの方が進行してしまうので、オキシをちょっと下げてあげることによって持続的に抜くことができます。状態に合わせてホイール使って抜き甘いとこは薬剤溜めてあげると、まあ、均等に抜きやすくなるので、まあ、ケースバイケースですけど、まあ、残留している部分があったりとか、まあ、そういうのを見ながらですね、技術選択をですねしてもらえれば均一にブリーチもできると思うので、ぜひやってみてください。こんな感じでたっぷりと薬剤をかけてます。でまたこれで時間を置きます。目標のトーンまで上がったら流して次もう一度ブリーチしていきます。はい、ブリーチして流してきました。で流すときはシャンプーもせずにお湯で流して、まあ、軽くトリートメントつけてほぐしやすいようにしたぐらいです。まあ、もう一度ブリーチするんで必要ないのでシャンプーはなので、流しただけにしてます。でまだこのままだとホワイトに、まあ、オンカラーでホワイトにホワイトベージュ系であればもう十分なんですけど、さらに抜いて、まあ、リアルホワイトを作っていきます。で次の薬剤は、なんで一度流したかっていうと 3% の3倍を使っていこうと思います。なんで流しました。次はですね、ダイヤモンドは 20% 入れてます。なんで 3% 3倍のダイヤモンド 20%。 これでゆっくりと、じっくり抜いていきます。さっき、ホイールを挟んでいって薬剤をしっかり溜めながら、塗っていきます。さっきは4ブロックずつで、ホイール挟んでたんですけど、次はちょっと細かめに入るホイールを挟みます。まあ、先ほどよりも細かくぐらいなんで、そんなにワンパネルずつって感じではないんですけど、では早速塗っていきます。でもうドライもせずにですね、そのまま塗っていきます。でこの時もですね、ワンパネルワンパネル綺麗に塗っていって、やるよりはスピード重視で塗っていって、ホイール挟むときに、まあ、綺麗に
塗布し直すというか、チェックしながら塗っていきます。で、今根元を2センチぐらい外して全体塗っていってます。で、後でそのワンパネルずつ行くときにコーニングで根元付近には薬剤ブリーチを持っていくんで、まあ、それで根元付近のブリーチは十分上がってくれると思うので2センチ上げています。まあ、上がりやまかったりした場合は塗ってあげてもいいと思うんですけど、あえてちょっと根元明るめにしといて、この時に塗布で調節できるようにしてる方が、まあ、スピード速く塗れるんで。はい、全部塗布終わりました。でこれで、最後時間を置いていって、トーンが19レベルまで上がればシャンプーいきます。でちょっとゆっくりめに 3% の、20% ダイヤモンド入れてるんでゆっくりめなんですけど、ゆっくりムラなく発色させて、脱色させていくっていうような感じでいきますんで、このまま放置していきます。はい、25分置いて毎回外します。見えますか？しっかり抜けてくれてます。で、ここから空気に触れさせて眉よりムラなく抜いていきます。髪の毛の強度もしっかり切れずいけてますね。髪の毛もこんな感じで死になくなってない感じですね。上向けても立つぐらいでもしっかりリフトはできてます。もうこれで 18.5 ぐらいまで、抜けてます。あとちょっと置いたらシャンプーして、オンカラーしていきます。はい、シャンプー終わったんでここからオンカラーしていきます。オンカラーはですね、こちらのブルーパープルシャンプーを使ってオンカラー、こちら1本でしていきます。このブルーパープルのシャンプーですね、匂いが結構良くて、カラーシャンプー特有の臭さとかもないですし、この色も結構紫で、まあ、塗り出しとか大丈夫かなとか思うんですけど、まあ、ちょうどいい補色になってくれるので、そこまで濃すぎずかといって薄すぎるわけでもなく、で特徴としてそのブルーパープルって言ったら、まあ、ブルーでできてるやつって言ったら結構緑っぽくなりやすいんですけど、そこがやっぱパープルがしっかり入ってて赤みも入ってるので、その心配がないです。で安心して塗っていけるかなと思います。
はい、これで全頭根元塗り終わりました。でここからですね、毛先、ムラシャンをつけていきます。伸ばしていって後で泡立ててもいいんですけど、上からかけてあげるといいと思うんで、まず全体しっかり溶かして、ここからですね、そのままかけてつけていきます。これで、15分置いて流します。で、まあ紫シャンプーをカップに取ってハケで根元から全体塗って毛先にかけて揉み込んだ感じですね。で今のこの色になってます。シャンプーで、まあ、ブロンド、保安庁ブロンドですねまで持っていってます。ツヤも抜群です。これドライヤーで乾かして軽くブラシ入れたぐらいなんですけど、まあ、癖ちょっと残ってるぐらいで毛先までツヤ感あって綺麗になりました。で、まあ、ここからさらにホワイトにしようと思ったらオンカラーでですねホワイトにすることもできるんですけど、まあ、ブリーチとムラシャンだけの、まあ、オンカラーなしでもここまでできるよっていうので、まあ、もう少しブリーチで抜いてやってもいいんですけど、まあ、髪の毛のツヤとかを考えるとですねこれくらいの方が余力が残って綺麗なので今回止めています。ツヤツヤです。これを実際、巻いて最後仕上げていきます。はい、巻いて、はい、こんな感じになりました。ちょっと海外のゆる巻きの感じに持っていきました。どうですかね、色味だいぶホワイトっぽい感じに仕上がってます。ツヤがすごいですね、やっぱり今回も。前回のエアタッチのデザインもブリーチ2回にあったんですけど、まあ、今回はより前回よりもちょっと抜いてます。なんでブリーチ単体と、ムラシャンですね、カラーシャンプーのみで作るホワイト系で、まあ、放置時間をもう1回オイブリーチしておいたりするとさらに透明感出したりとか、まあ、3回目ですねブリーチ行ってあげると、まあ、よりリアルなホワイトに持っていけるんですけど、1回でそこを行くと、まあ、髪の毛の負担も大きくなるので、まあ、今回2回にしてます。で次これをこの状態から、まあ、もう1回ブリーチするかオンカラーでホワイトにより見せる方法をですね第3弾でやっていこうと思いますんで、そのベース作りで、ブリーチだけで作るホワイト系ですね今回はさせていただきました。はい、で今回これを、作ってみて、まあ、使ったブリーチですね、まあ、前回もブリーチの使用感とかをお話しさせていただいたんですけど、やっぱり、塗りやすい、もちとして塗りやすいのでムラができにくいっていうのと、ダメージですねが少ない、まあ、今回これカットもしてないですし、そのままのウィッグの状態でブリーチしたんですけど切れずにそのままのウィッグの長さが残った状態で毛先バリバリになることもなくツヤ感ももちろん残ってましたし、手触りも全然テロンテロンになったりとかもないです。ここまでお客様で抜こうと思ったら結構無理があると思うんですけど、まあ、使い方次第ですね。今回のブリーチの、まあ、使用方法も、しっかり意識してもらえたらなと思うんですけど、やっぱりブリーチの使い方一つで全然手触りとかやっぱりこのツヤ感っていうのも変わってくるので、皆さんのブリーチワークの見直しですね今回の動画でできたらなと思っています。なんで今回使った使用ブリーチのまあ参考にお騎士とかしてもらうといいかなと思うんで、まあ、KG の、 そのリッチクリスタルに限らずですけど 6% とかはやっぱり僕も使わないようにしているので、まあ、そこら辺とかもですね皆さん参考にしてもらえれば、艶やかなブリーチ、こういう艶のあるブリーチも作っていけると思います。まあ、何よりやっぱこのリッチクリスタルとダイヤモンドはいい仕事しますね。
で次は、まあ、第3さっきもお話した第3弾でホワイトをオンカラーで作っていきますんで、よりこの黄ばんでるっていうか、まあ、ほぼほぼそういう黄ばみも少ないんですけど、これがもっともっと消えます。もうムラシャンも何でしょうね、嫌なこう青みがないというか、結構ムラシャンで黄色っぽいベースに使うとくすみすぎたりするんですけど、そういうのがないです。本当に補色としてちょうどいい紫と、青みですね、入っていることによって、まあ、ちょっとこう自然なブロンド系に持っていけるので、まあ、海外デザインとしては持ってこいかなと。本当に外人さんのハイトーンって感じになってるので、まあ、ムラシャンとかもぜひ使ってもらえたらなと思います。第2弾ホワイトの作り方でした。次の動画楽しみにお待ちください。 Starting your career as a stylist with 100 personal clients by the age of 20. Wouldn't that be amazing?Kyoko Academy can help you achieve this goal, an effective and quick way to become a great stylist. Open your future to attractive and realistic opportunities. The dreams and images you have in mind can come true. No need for demanding job hunting and concerns about who will hire you. No one will turn you down if you have the right skills. You can become the stylist that top salons would want to hire, having your own customers from the first day working at the salon.Kyogaku Academy provides a complete curriculum taught by our high skills instructors nationwide, something no other online courses have. You will receive technical lessons such as shampooing, head spa, coloring, cutting techniques and hair arrangement, social media courses, how to take great photos and videos, how to attract customers, and how to use social media, SNS, effectively.Anyone can learn these skills. Learn while commuting, during breaks at school, while taking a bath. Learn anywhere, anytime. You can online learn how to make a great future a reality. Click on the Kyogaku Academy website and start creating an incredible life for yourself from the moment you click. Let's enjoy learning and creating an awesome future together.